はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、スターホースポケットを始めていきたいと思います。私はキタカタクラミ、よろしくね。おーっと、来た。オグリローマンが SSR です。農園で収穫できるわよ。お知らせが届いてるわよ。いろいろガチャあるみたいですね。さあ、カブケを見てみましょう。オグリローマンはないみたいですね。スクラッチ達成王か。どこかにある？これか。まあ、こんなことをしながらイベント開催中よ。いいわね。さあ、翌日ですね。イベント開催中よ。さて、これを次のレースに進みたいと思います。イベント開催中よ。メダルをまた手に入れました。
大根か。いい感じだわ。イベント開催中よ。いい感じだわ。人気ですね。凱旋門賞ですよ。これは出たい。クエスト達成よ。イベント開催中よ。さあ、凱旋、いけ凱旋門賞。1.5 倍ダントツを1番の凱旋門賞ですからね。トレブ、まあ弱い馬じゃないです。あとゴールデンホーン、ニューベイ、この辺りですね。フリント社もここにはいます。さあ1枠1番最打ちですね。凱旋門賞、そうです。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞いよいよスタートです。ロンシャン競馬場名物の風車を背に12頭がスタートを切りました。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。先手を取ったのは2番ゴールデンホーム、それからもう1頭ワウンド、それから離されまして11番フリーイーグル、それからもう1頭8番タペストリー、そして外からはイラプト、内から1頭ドロニア、ニューベイ、それからフランスジブラルタル、そのうち6番プリントシャー、肩のバレーはこの辺り、12番トレブ、イーグルトップがその後ろ、もう一度先頭から順番に参りますと、これが先頭2番ゴールデンホーン、外から1頭ワウンド、ちょっと離れて8番タペストリーであります。その外11番フリーイーグル、そしてそのうちにイラプト、その後ろでやりましょうか9番ドロニア、それから3番ニューベイ、外を通りましてフランスジブラルタル、ここにいた肩のバレー、大舞台の重圧を跳ねのける力がこの馬にはあります。そしてその外に6番プリントシャー、それから12番トレブ、そしてその後ろからイーグルトップ、流れるようにレースが展開されています。先頭は依然として2番ゴールデンホーム、その外からはワウン、差が開いて8番タペストリー、外を通ってフリーイーグル、内を通ってイラプト、そして6番手にドロニア、ニューベイ、その外に7番フランスジブラルタル。さあこのストレートを受けて4コーナーカーブ、グランドスタンドの大観衆が待っていると、肩のバレー直線伸びてくるのかどうか、先頭意地を見せるか、ゴールデンコーン、外からはパウンド、抜けた抜けた5番パウンド、内が飛んだ戸崎と肩のバレー、5番パウンドがまだ粘っている。このまま粘れるかパウンド、1番人気の肩のバレーは果たして、おお来た来た、肩のバレー懸命に追った、1着パウンド、凱旋門賞勝ったのは5番パウンドだ。追い込んだんですけどね。1着5番、2着1番ゲットです。8番レースを終えた馬が戻ってきたわ。クエスト達成よ。
ぱいいですね。イベント開催中よ。はい、というわけで、報告いたしました、次回の勝負に向けてできるだけ、体重を維持しながら疲れを取って筋肉をつけていきたいと思います。応援よろしくお願いします。よしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画に行こうでした。はい、ではさようなら。